マドライ・ナーヤカーサとは、南インドのタミル地方に存在したヒンドゥー王朝。ナーヤカーサの一つでもある。首都は、マドライ・ティルチュラ・パリ。ビシュワナータ・ナーヤカ・タミル地方の都市マドライは、歴史のある地で、古くは、パーン・ディアーサの首都として繁栄したが、14世紀初頭に、デリー・スルタン朝に幾度となく略奪、破壊され、1334年以降は、 その地方長官が樹立したマドラヤサの首都となり、1378年にビジャヤナガル王国の領土となった。16世紀頃からマドライにおいてナーヤカとしてビジャナガル王国に仕えていた有力な一族が見られる。また、このナーヤカ一族はビジャナガル王国において地方長官クラスの大ナーヤカであったことも知られ、ビシュワナータナーヤカが最初の君主として記録されている。 その息子クマーラクリシュガッパナーヤカの治世、1565年に、ビジャヤ・ナガル王国が、ターリコータの戦いにおいて敗北した後、ナーヤカ・アサとしての独立の動きを見せ、事実上反独立の立場を取った。ムッテゥビーラッパナーヤカの治世、1614年に、ベンカダニセイの死後、同年と1616 16年から1617年に、かけて、 ビジャヤナガル王国は王位をめぐる深刻な内紛が起こった。これにより、マドライナーヤカーサは、衰退したビジャヤナガル王国から完全に独立を果たした。ミーナークシジーン、ティルマライナーヤカミーナークシジーンのオンゴイケムトゥ、ビーラッパナーヤカの息子ティルマライナーヤカの知性には、1649年に、ビジャヤナガル王国が滅亡し、マドライナーヤカーサは、 他のナーヤカ朝やマイゾール王国と争っている。なお、この王朝は芸術の点では突出しており、16世紀から多数のヒンドゥー教寺院が建設され、16世紀から17世紀には、かけては、かの有名なインド最大規模のヒンドゥー教の寺院であるミーナークシ寺院が建設された。16世紀中頃のビシュアナートナーヤカの時代から、17世紀の 大ティルマライナーやかの地性にかけてまで、首都マドライにヒンドゥーの芝神を祀る大寺院。今日でも、マドライの顔と名高いミーナーク氏寺院が建設された。この寺院は、シ芝神秘であるミーナーク氏を祀り、インド最大規模のヒンドゥー寺院であるとともに、寺院の中央に存在する巨大な黄金地や千本柱広間という多数の仏像が置かれた大広間を持ち、後期、 ドラビダ型建築の典型的なものとして知られる。また、ティルマライナーヤカはヒンドゥー教の手厚い保護者であると、ともに多数のヒンドゥー人を建設したことで知られ、1636年、シュトマドゥライには、ティルマライナーヤカ宮殿と呼ばれる宮殿も造営した。1659年ティルマライナーヤカの死後、息子のムッドラカードリナーヤカが後を継いだが、3年後の1662年に、 死亡し、その幼少の息子チョッカナータナーヤカが新たな王となった。チョッカナータナーヤカの知世に造営された、ティルチラッパッギの宮殿ティルチラッパッギの宮殿内部、チョッカナータナーヤカの地世、1673年に、タンジャーブールナーヤカ朝を滅ぼし、その首都タンジャーブールには、弟のアラギリナーヤカを配置した。しかし、1675年、 ビジャープル王国によって派遣されたビアンコージーが、タンジャーブールを奪い、タンジャーブール・マラーター王国を建国した。これ以降、タンジャーブール・マラーター王国が新たな隣国となり、マイソール王国なども台頭するようになり、これらと争うことになった。だが、この頃、マドライナーやカーサの領土は飢金に陥り、農村や都市のみならず、マドライまで荒廃し、 王である直カナータナーヤカは堕落してしまった。この地を訪れていたイエズスカイシは1678年の状況についてと語っている。直カナータナーヤカは晩年をタンジャーブール・マラータ王国とマイソール王国の侵入に苦しめながら1682年に死亡した。マンガンマルブガル帝国の最大ハントだが、 その息子のランガクリシュナムットビーラ・パナーヤカの知性には、北、インドからの圧力も強まりを見せるようになった。1681年から、ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブにより、デカン戦争が行われ、1686年に、ビジャープル王国と、1687年にゴール、ホンダ王国が滅ぼされ、1689年には、 マラーター王国の王サンバージーを捕らえ処刑し、デカンに進出しつつあったマラーター王国を南に押し返した。このように、1680年代にムガル帝国がデカンにおいて派遣を確立すると皇帝アウラングゼーブは、マラーター勢力の追悼も兼ねて南インド侵略しようとし、マドライナーヤカ朝も危機にさらされた。このような情勢の中、1689年、 ランガクリシュナムットビーラッパナーヤカワ氏に、その母親で、直下ナータナーヤカの日マンガンマールが、後を継いだ。1690年代にかけて、マンガンマールは、ムガル帝国のアウラングゼーブの侵略を食い止め、南化してきたマラーター勢力や、かねてからの南インドの埋葬領王国、タンジャーブールマラーター王国の侵入に対抗した。この女王が、 マドライ・ナーヤカ・朝で最も偉大な君主とされるのは、こうした外敵の侵入を食い止めた功績からだろう。なお、1704年に、マンガン・マールは、孫のビジャ・ヤランが直からあたナーヤカに王位を譲り、1705年に死亡した。1707年に、ムガル皇帝アウラングゼーブが死亡し、帝国軍は、デカンから撤退したので、マドライ・ナーヤカ・朝は、 ムガル帝国の侵略の危機を脱した。しかし、アウラングゼーブが南インドのアルコットに置いたカルナータカ大使は、1713年に地方政権化し、ビジャヤランガチョッカナータナーヤカの地勢の大半は、それやタンジャーブールマラータ王国の戦いに費やされた。1731年、ビジャヤランガナーヤカの死後、その日であり女王ミーナーク氏も、 カルナータカ地方政権やタンジャーブール、マラータ王国との戦いを続けた。だが、1736年に、ミーナーク氏は、カルナータカ地方政権の大使の娘ムコチャンダー、サーヒブの関係に陥り、首都、ティルチラーパリを落とされ、捕らえられた後自殺した。しかし、マドライナーヤカーサが滅ぼされたことで、南インド諸勢力の均衡が崩れ、カルナータカ地方政権が、 タンジャーブール・マラーター王国の首都、タンジャーブールを脅かした結果、1744年から始まる第一次カルナータカ戦争の演因の一つとなった。ありがとうございます。